はい、皆さんこんにちは、ケントです。今日もですね、最近僕が感じていることといいますか、正直に皆さんにお伝えしたいことというのを、独り言みたいな感じなんですけれども、お話ししていくような内容となっております。で、結論今日のテーマなんですけれども、僕が普段動画で発信している内容であったりとか、エビデンスベースの解説っていうのは、鵜呑みにしないでくださいという話になります。で、これだけ聞くと、それっていつも話してることと全く矛盾してるんじゃないのって思われる方が大半だと思うんですけれども、これがどういうことなのかっていうのは、ぜひ今後ですね、質の高い情報収集を皆さんにしていく上で絶対に知ってほしいなというところもありますので、今日はできる限り最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。前提としてですね、この栄養学に関して僕自身は自分で言うのもおこがましい話なんですけれども、本当にめちゃめちゃ気合を入れて勉強しているという自負があります。で、具体的にどれぐらいかというと、1日最低5時間、多い時で8時間ぐらいですね。これを4年間から5年間続けてます。客観的に見てもトレーナーさんでここまで栄養学に特化して自分の時間っていうのを勉強に割いてる人、おそらく日本国内で考えてもトップクラスって言っていいんじゃないかなとは思います。それが本当なのか嘘なのか、ぜひ皆さんに判断していただければと思うんですけれども、それだけ栄養学が好きだし、プライドを持って情報を皆さんにお伝えしているからこそ、あえて言いたいのが僕が話している内容、そして僕以外の人もそうなんですが、エビデンスベース、科学的根拠っていうところに基づく解説に関しても 100% 鵜呑みにするっていうのは危険ですよというお話をしたいんですね。で、これはですね、最近の僕の悩みでもありますし、ある程度一つのことに対して知見を深掘っていっている方が、いずれぶつかる壁だとは思うんですが、勉強すれば勉強するほど、一言で結論を出せなくなっていくんですよね。どういうことかと言いますと、僕自身もこの動画であったりインスタグラム、ツイッターなんかでいろんなことを皆さんから聞いていただける機会があります。例えば、減量中に1日に摂るタンパク質量いくらが適正ですかとか、〇〇の摂取タイミングはいつがいいですかとか、バツバツっていう栄養素を摂りたいんですけれども、どのメーカーのどの製品で摂るのがベストですか、こういう質問ってよくいただくんですね。聞いていただけること自体はめちゃくちゃ嬉しいんですよ。ただですね、こういう質問に関しても勉強量が足りていない無知な時ほど一言で断言して答えてしまいがちなんですよ。僕も過去にね、同じことをやっていたので、今考えるとお恥ずかしいところがあったなっていうふうに思いますが、多分動画を見てくださっている方だったらね、昔から僕が発信している内容、言い回しだったりとかって微妙に変わっているっていうところにも気づいていただいているのかなとも思います。例えば昔はこれを取った方がいいですって言ってたところが、これを取った方がいい場合が多いですって言い回しに変わったりとかですね、こういう微妙なね、変化っていうのが実は最近の僕の動画でよく見られるんじゃないかなというふうにも思います。で、こういうふうに勉強してない時、勉強してない人ほど一言で結論を出せるっていうように言ってしまうと、多分ね、バッドボタンだったりとか、いろいろこうコメントが来ると思うんですが、それはそれで構わないです。皆さんの感想はね、素直にいただけたら以上に勉強になりますので。で、なんで結論を一言で言えないのかっていうところに理由が2つあります。まず1つ目が、その人のバックグラウンドをより正確に理解をしていないと、より正確な答えというのは出せないからなんですね。だいたい Twitter、Instagram、YouTube の質問って、多くても100文字とか200文字ぐらいで質問いただくわけなんですね。で、そうすると、その人がどういう生活圏で、どういう生活環境で、食習慣で、お仕事は何をされていて、普段どういう風な食材から栄養を取られていて、みたいな情報っていうのはないじゃないですか。体格であったりとか体脂肪率、そういったものもわからない場合が多いんですよね。そんな状態で何をどのタイミングで何グラム取るのがベストですよっていう風に言ってしまうと、これは無責任に当たるわけですよ。体重が60キロの人と90キロの人で取るべきタンパク質摂取量って異なりますし、トレーニングのタイミングが1日の中でどのタイミングでやる方なのかによって、じゃあ糖質をね、一概に何グラム取ってくださいって言っても、どのタイミングで取ればいいのかって変わってくるじゃないですか。通常僕がですね、食事指導をさせていただく時っていうのは、事前のヒアリング、いわゆるカウンセリングっていうものに対して1時間から1時間半かけてみっちりヒアリングをします。その中で正当確率が比較的高いんじゃないかっていう結論を絞り出すわけなんですよね。1時間話を聞いたとしても時間が足りないって思うことが多々あるぐらい、この変数っていうのは複雑に絡み合ってですね、一言でこれっていうことが難しいんですよね。なので勉強し始めの頃っていうのは、結果とか具体的な数字で覚えがちなので、聞かれた時にパッと答えられるんですが、人に合わせてどうのこうのみたいな領域を知れば知るほど一言で答えが出しにくくなるっていうのが一つ目の理由です。で、二つ目の理由なんですが、例外を知りすぎて一言で言えないということがあります。で、普段僕が皆さんにお話ししている内容というのは、科学的根拠、エビデンスベースの情報っていうのが大半になります。これって何かと言いますと、100人いたら70人とか80人、いわゆる平均的にこのアンサーだったら大部分の人には当てはまるよっていうところの最適解なんですね。つまり100人いたとして一番ピークが来るところに当てはまる回答っていうのは科学的根拠として正しいと言われるんですが、中にはここに当てはまらない例外の人もいるわけじゃないですか。例えば睡眠時間、これ1日にいくら必要ですかって言われた時に平均睡眠時間は7時間15分必要ですよ、睡眠学会で定められていてっていうのは簡単なんですけれども、睡眠時間別に生産性のテストをさせた時に4時間睡眠の方が7時間睡眠よりも生産性が高いっていう人も中にはいらっしゃいますし、11時間眠らないと生産性がピークにならないっていう方もいらっしゃるわけなんですよね。それは100人に1人か2人かわからないですけれども、例外のところに位置する方っていうのは必ずいますと。で、このボリュームゾーンだけを知っている時っていうのはこれしかないっていうふうに言いがちなんですけれども、いろんなパターン、いろんな例外っていうのを知っていると、一言でこのボリュームゾーンが正解っていうことも言いにくいわけですね。今後もですね、僕の動画では科学的根拠に基づいた、なるべく見てくださる方大多数に当てはまるオピニオンというのを解説していきますけれども、それはあくまで大多数に当てはまる回答だということはちゃんと理解しておいていただきたいなっていうふうに思います。それが全てじゃないよってことなんですね。こういうことを言うと中にはですね、じゃあ一からね、研究なんかを見ずに自分の体で試した方が早いんじゃないか、そうすべきでしょって言われる方もいらっしゃると思いますが、僕個人的な意見としてはそうじゃないのかなというふうにも思います。なんでかっていうと、先人がね、頑張って研究した知恵があるわけですね。その中で正解の確率が高いアンサーから試していった方が、その人の目的に対してリーチさせるスピードっていうのは速いわけですよ。よく愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶってことは僕は好きだっていう話を動画でもしてるんですけれども、わざわざすでに先行事例があるのにもかかわらず、もう一回ゼロから全部自分でね、1から10まで辿っていく必要っていうのは僕はないのかなというふうにも思ってます。まず先輩たちがエネルギーをかけて作ってくれた研究成果の中でボリュームゾーンから試していって、それで合わない部分に関しては一つずつ自分の体で実験してみるっていうのが僕の考える最適最短のプロセスなんですよね。ということで、一次情報、科学的根拠に固執した情報発信っていうのを常に意識して大事にして発信している、皆さんにお伝えしている自分だからこそエビデンスの脆さも知っているし、それはぜひ皆さんにも伝えておきたいなっていうふうに思って、今日はこういう形で動画を撮らせていただきました。引き続き今のマネの形式で知って得する英語学ロジックというのは今後もお届けしていきますけれども、あくまでそれは参考程度に、最終何をどのくらいどのタイミングで撮るかというのは皆さんの生活習慣であったりとか、それぞれのパラメータに応じて変えていく必要があるよというお話でした。最後までご覧いただきどうもありがとうございます。